ボールに飛び込むディフェンス矢印に対して横へタッチします。そのタッチはプレスバックの位置も計算に入れられています。そのタッチと瞬発的なスピードで先に進路に入ることで優位な体勢でぶつかることができます。自分よりも体重があるディフェンスの体勢を崩すことができます。ボールに対して横からアタックするディフェンスに対して縦に加速します。横からアタックする瞬間、ミニジャンプで重心の上へ入ることで力を逃がします。上から重心をディフェンスに預けます。預けることでディフェンスの体勢を崩し、同時に反力をもらい後方のプレスバック進路に入り無効化します。突っ込むディフェンスに対して残した左足でタッチします。縦横どちらも行ける状態を作ります。縦を切ったディフェンス矢印逆へカットインします。ルーレットを入れることで全選手の意識を集めます。エムバペを完全にフリーにします。パスコースを切ろうとするディフェンス、ネイマールはパスをせず止めます。ディフェンスは予測したパスコースへ移動し続けます。ネイマールは止めますが、ディフェンスはパスコースへ移動し続けます。決定的な方のパスコースが空き、かかとで通します。今回の分析いかがだったでしょうか。このネイマールのプレー本当にすごくないですか。やっぱりこのネイマールの他の選手と全く違うなというのが、中央から縦突破できるところなんですよね。で、まあ、この中央から相手のミッドフィルダー、センターバックを縦に突破できる選手というのは限られてます。で、これがメッシであり、ネイマールです。で、中央から縦に突破してしまえば、ゴールに直結しますので、非常に価値が高いということになります。ただ、ワイドと違って中央から突破するということは、相手が正面にいますと。ディフェンスは当然、ボールホルダーとゴールの間に立ちますので、中央から突破するということは、相手は正面にいます。なおかつ、相手は複数で対応することができます。メッシなんかよく、6、7人に囲まれている画像、映像ありますけれども、あのような形で、本当に複数の敵から360度アタックを受けることになります。なので、ラインブレイクですね。中央からのラインブレイクは、価値も高いんですけども、それに比例して難易度も高いということになります。だからそれができてしまうネイマールとかメッシというのが価値が高いというのは当たり前なんですよね。で、中央からの縦突破をされると、ディフェンスは、まあもう致命傷を食らうので、要はセンターバックが抜かれてしまえばゴールキーパーと1対1で点を決められてしまうので、2つの対抗手段があります。1つは、縦突破をされないように下がるということです。で、下がった時どうするかっていうと、シュートレンジまで、侵入して、シュートを打ちます。シュートによるラインブレイクをします。ということです。そこで横へのアクション、カットインやクイックに横にずらしてシュートを打つプレー出ますけども、この横へのアクションというのが、ここで言うとシュートのラインブレイクですよね。シュートのラインブレイクをするにあたり、必要な動作になってきます。つまり、フットボールにおける横へのアクションというのは、縦、突破。この場合で、だとシュートですけども、シュートによるラインブレイクをするためのアクションになります。では、複数圧縮された場合はどうするかっていうと、複数圧縮されるということは、横が開くということです。つまり、横に対してアクションをしていくことができるんですけども、複数来ていますので、ここで、有効になってくるのが、パスです。複数圧縮させた状態で、ラストパス、横パスを送ることで、まあ、このネイマールもそうですけども、5、6人に圧縮させた時にエムバペに出すことによって、エムバペがラインブレイクできます。この二つの、あれをお伝えしてきたんですけども、まあ、根本的に、この、ドリブルによる自らの縦突破ができるということが、絶対条件になります。だからこそ相手は下がりますし、もしくは相手が複数で対応してくるということになります。なので、ドリブル突破、縦突破できる能力っていうのは、非常に重要で価値が高いということになります。で、ネイマールは、ワイドからの縦突破やカットインも非常に美しくて素晴らしいんですけども、本当にすごいのは中央からの縦突破、中央でのプレーで、で、パリ・サンジェルマンのトゥエルの時代ですね。よくネイマールがトップ下中央で起用されました。その時のプレーが本当に美しくて価値が高くて、で、ネイマールが中央でドリブル突破できるからこそ、まあ、先ほど申し上げた通り相手が中央に密集して、横が空きます。ワイドが、ハーフスペースが空きます。逆にそのワイド、ハーフスペースへのパスを利用して、自らが突破していくというプレーですね。そういう美しいプレーを見せました。
ブラジル代表でも、前回のワールドカップとかでも、中央をドリブル突破してって、最後ワンツーして、キーパーに対して少し浮かしてゴールを決めたっていうのはあったと思うんですけども、ハイプレーをできる中でネイマールの本当の凄さ。ネイマールは、バルサ時代やブラジル時代が本当にすごくて、今よりおそらく体重が5、6キロもっとかもしれないですけど、軽いんですよね。脂肪は一切ついてませんし、筋肉も本当にスピードを出すのに必要な重さ分しかできてない。具体的に言えば股関節周りですね。股関節周りを中心に体幹もそうですけども、筋肉がついていて、末端部分にかけて本当に筋肉がない状態になってます。筋肉が細い状態になってます。なので、スポーツカーのようにエンジンだけ大きくて車体が軽いという形で、スピードが今よりもありました。で、スピードっていうのはドリブル突破における四大要素の一つであって、まあ、今よりもスピードがあるネイマールが本当に素晴らしいプレーをしていたので、まあ、手がつけられないような状態だったんですよね。で、ネイマールはパリに移籍してから、太り始めましたと。実際ネイマールは体重が増えてからパフォーマンスが少し低下しました。で、先ほど申し上げたんですけど、この横へのアクションですね。カットインやクイックシュートを打つ手前の横へのずらし、切り返し動作なんかも当然重りが軽い方が有利ですから、そういったことも重なって単純にまっすぐ走るスピードもそうですけども、まあ横への切り返し動作なんかも遅くなったと。ネイマールから、前世紀のネイマールからすると遅くなったということでパフォーマンスが落ちる。なので本当に気をつけなくてはいけないのはサッカー選手にとって重さですね。なるべく軽い方がいいです。例外として、ルカクや体をぶつけ合うコンタクトプレーが肝となる選手。そういったプレースタイルを必要とする選手に関しては、重さは必要なんですけども、その重さはなるべくエンジン部分で重さをつけた方がいいです。で、ネイマールの先ほどのショートの分析でもそうなんですけど、自分よりも体重が重い、明らかに見た目重い選手を飛ばしてるんですよね。それは、タッチの正確性と相手の矢印の逆を取る能力。そしてスピードです。スピードがあれば相手に当たる時点で優位な状況を作ることができます。体重は軽かったとしても重心を効率的に相手に衝突させることができますので、勝てるんですよね。私はサッカーにおいて重さよりもスピードの方が圧倒的に必要だと思っています。これはメッシにも言えることだと。メッシを見てもまあ分かりやすいですし、まあ、どの選手を見ても分かることだと思います。で、ネイマールはすごい私好きで、今怪我してるんですよね。昨年10月の、ウルグアイとの親善試合で前十字半月板を損傷しまして、前十字は切ってますね。で、手術をして、インスタとか見てると頑張ってリハビリしてる姿が上がっていて、まあ、日々これ勇気づけられてるんですけども、膝がもう手術の後曲がんなくなってしまっているところを可動域を確保するために、ネイマールの友達たちに体を押さえつけられながら膝を無理やり曲げられて、まあ、ギャーッと叫びながら、泣いてるようなところも SNS アップされてましたけども、まあ、本当にネイマール早く復帰してプレー見たいなっていうところ。というか、まあ、今はもう全盛期みたいなプレーは見れないですけど、ネイマール好きなんですよね。やっぱり、フットボール、フットボールの良さというか、フットボールへの愛を、情熱を、全世界のフットボールファン、選手、監督が、ネイマールがいたことによって、まあ、ますます、その思いが増したっていうところは皆さん共感していただけるのではないかなと思ってます。なので、ネイマールには感謝してますし、プレーの美しさ、サッカーの楽しさ、それを高めてくれた選手なので、応援してます。ネイマールは、今はリフティングしてるところが昨日、インスタとかにアップされてましたし、復帰は8月予定ですか？もう少し来シーズンには復帰できると思うんですけども、まあサウジリーグっていうところであるんですけども、応援していきたいと思いますし、まあ26年のワールドカップ、もし出場できるのであれば、楽しみにしたいと思います。皆さんね、ネイマールに対してどんな、思いというか、ありますか？意見でもいいですし、ネイマールのプレイはこう思う。そういったようなご意見あればぜひ聞かせてください。この前小中学生、育成年代を指導されてるチームが、たまたまその指導を見る機会がありまして、で、子供たちに何を教えていたかっていうと、パスを教えてたんですね。で、対面でパスをしていて、
で、子供たちに叱咤激励されながら指導されてたんですけども、いろいろちょっとまずいなと思ったのが、いくつかあったので、ちょっとご紹介します。で、一つが、膝下に力を入れろと。強いパスを出すために膝下を速くしろ。そんなことをおっしゃってました。でも、これ間違いです。要は物理的に、ボールを、速いパスを出す方法として、物理的に考えたときに、ボールに強い力を加えなくちゃいけないとね。で、その強い力を加えるためには、重要なのは、物理の法則的に言うと、速さと重さです。で、まず、重さについて言うと、これは、体重を使うべきです。ボールに体重を乗せましょう。これが、一つの事実です。で、もう一つが、じゃあ、スピードなんですけど、じゃあ、膝下の振りを速くする。どうすればいいか。これは、遠心力です。要は、膝下という短い場所を動かそうとするのではなくて、体全身という、より長いところを使って、末端でボールを当てるんです。そうすると、遠心力の原理があるので、より早く末端は動きます。じゃあ、全身を連動させるためにはどうすればいいのかっていうと、脱力ベースのパワー発揮です。じゃあ、この二つのことをどうやって伝えればいいのというと、ナチュラルにボールを蹴ればいいんです。自然に走りに溶け込むように体重を乗せてパスをしましょう。これが正しい指導法です。で、まあもちろん指導法については考えさせることが重要なので、まあこれはまた別の観点の話なんですけど、ただ正解を伝えるっていうのは一つの手であるんですけども、子供たちに考えさせることが必要ですし、子供にパスをしろっていうと、ナチュラルな状態である子供であれば自然に美しい動きをします。ただ間違った指導を続けていればその子供はどんどんナチュラルから外れて、間違った方向に行ってしまうので注意が必要です。で、あとはそもそも速いパスにこだわれ、速いパスじゃなければ速いパスをしていない子供に対してそんなパスは試合中通らないと指示をされてましたけども、それは全く嘘です。サッカーには速いパスをするべきところと緩いパスをするべきところがあります。メッシやエムバペやネイマールのプレー分析動画でも挙げましたけども、メッシが確かネイマールに非常にゆっくりなパスを供給したんですよね。じゃあメッシからエムバペにコロコロと転がすようなパスを出しました。これは必要なパスになります。要はコロコロ緩いパスを出すことによってリズムを変えられることもありますし、ボールの移動中に目を切ってスキャンする余裕も与えられますし、ダイレクトでそのボールを次のプレーつなげることもできるんですよね。緩いパスであれば、速いパスであれば実現できないことです。このようにサッカーでは緩いパスが必要な時もありますし、それが効果的な時もあるんですよ。なので一概に速いパスじゃないと通らない、速いパスがいいというような指導はやめた方がいいと思うので、まあそういった指導をされている方もしいらっしゃれば気をつけてください。自分で考えることが大事です。本質を考えることが大事です。いや、サッカーについて、本質を考えるって何かっていうと、上手くなるために、上手くなりたいなら速いパスを出せじゃなくて、じゃあ上手くなるっていうのは上手い選手で、上手くなるってどういうことっていうことを考えることです。これは、自分で考えることが必要になる。で、その、まあ、自分で考えることにあたって、まあ、手助けになればと思うのが、私が一つ考えるのはラインブレイク理論です。フットボールドクターズではラインブレイク理論を提唱してますけども、独自理論として持ってるんですけども、サッカー選手の価値っていうのは、勝利に導く力だと思っていまして、じゃあ勝利に導く力っていうのは、得点をより多く作る力と、失点を防ぐ力。このトータルだと思ってます。で、じゃあ得点を作るためには、相手のフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンス、キーパーをブレイクする必要があります。縦に突破する必要があります。守備は逆ですよね。相手のブレイクを阻止する力。これが守備力だと思ってます。思ってるというか事実ですね。ただのシンプルな。じゃあ、相手をブレイクする方法は、ドリブル、パスシュート。3つの選択肢があります。で、その他にもいろいろありまして、例えばポジショニングですね。これ、うちでは XB と呼んでますけども、ブレイク期待値。相手をブレイクする期待値のことです。確率のことですね。つまり、ドリブルパスシュートをする以前に、どこからドリブルパスシュートをするかによって、ブレイクできる確率はすでに期待値というのは大きく違っているということなんです。なのでポジショニングが上手いっていうのはそういうことです。で、ポジショニングっていうのはもちろん自分だけじゃなくて味方をコーチングで動かすっていうところもありますし、自分がこのポジショニングを取ることによって敵が
マークつきます。じゃあ、あの味方がラインブレイクしやすくなりますよね。で、ポジショニングを取ることが必要なこともあります。なので、ブレイク期待値を上げるポジショニング。そして、実際のブレイク動作ですね。ドリブルパスシュートの質。これが必要になってきます。その質を高めるために、この一つの手段、パス。だったらパスの質を高めるためにパスの練習をする。というようなことを考えることが必要です。まあ、そんな感じで、ご視聴者、見ていただいている方、いろいろあると思うんですけども、ぜひ自ら考えて、サッカーが上手くなるために日々を過ごしていただければいいと思いますし、それを導いている指導者側の方もぜひ考えていただければと思います。まあ、今回はネイマールの解説からベラベラと喋ってしまったんですけども、ちょっと思ったのが、これからベラベラちょっと皆さんとコミュニケーションを取っていければなと思ってます。まあこれまで200本以上分析動画を上げてきたんですけども、もっとなんか皆さんとコミュニケーションを取りたいなと思いまして、もちろん選手、試合、チームの分析は続けていくんですけども、まあこのチャンネルがより皆様のものに、そういうコミュニティにしていきたいなと思ってます。フットボールドクターズのこの S、なんでついてるかっていうと、これは私一人のチャンネルではなくて、皆様と一緒にフットボールドクターズを作っていきたい、フットボールを研究していきたいという思いが込められています。なので、まあこんな感じにはなりますけども、ぜひコミュニケーションを取らせていただければと思います。すいません、ここまで聞いていただいた方本当にありがとうございました。貴重なお時間いただきました。ではこれからもフットボールドクターズどうぞよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。